おはようございますっていうもう午後だけそうだね、こんにちはこんにちは、グッドアフタヌーン今日は初出場となります、はい、コリンちゃんに来てもらいました。はじめまして、はじめまして。ではコリンちゃんのプロフィールを簡単に紹介したいと思います。コリンちゃん、ゴルフ歴はどれくらいですか？ちゃんと始めて3年、はい、クラブ握って7年目。お、ベストスコアは赤で81。おお、素晴らしい素晴らしい。ゆうことの付き合いはもう1年以上かなですね、はい、でも濃い1年な感じですね。もうゴルフって結構そうだ、ね、一緒に、うん、昨日も一緒でした。なるほど、はい、今日はオークヒルズカントリークラブに2人を連れてきた理由があります。はい、ですね、今日お昼からハーフだけのラウンドなんですけれども、今回2人にはタイに行ってもらいます。イエーイ初めて突然の任命となりますが、コリンちゃんはいきなりタイに行ってくれっていうのもあれだったので、とりあえず1回この YouTube を知ってもらうために、はい、皆さんコリンちゃんのこともたくさん知ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやいやいやコリンちゃんでいいよね。コリンちゃんがいい。コリンちゃんがいいよね。ナイショー。大丈夫、全然広いところ。お願いします。結構それ背中目標書いてあるの。そういうわけではない。水が飛んでくる。お、いいよ、ナイスショー。うまい、うまい。いいよ、乗った。うまい。行っちゃった。おお。お、いい感じだよ。あ、オッケー、あった気がしてきた。うん、ナイス。ナイス、いいねー。はい。では、一ホール終わりましたが、コリンちゃんこんな感じです。はい。なので、コリンちゃん、もう少しカメラに向かって自分をアピールしてください。はい。もう少し全然しゃべってください。もう喋ってっていいんだ。全然もうどんどん多分今の一ホール目思ったよりも、あ、こういう感じなんだってなると思う、編集されると。あ、ね、打つ前後にもうめっちゃ喋って、なんかこんな感じに打ちたいとか、こういう風にするつもり、まあ宣言して大体思い通りにいかないのはゴルフなんですが、心の声をぜひ。オッケー、ブツブツ喋ります。ぜひ心の声をお願いします。はい、二人仲良く頭に今日の星だから意味ないんだよね。今日の女子です。今日の形状熱中症でもファイナルそれがあるのとないのは全然違いますか？全然違う。体感マイナス10度。おお間違いない。今の衝撃が半端ないからありますね。おお、いいじゃん。見えた。見えました。はい。お、上行ってるけどちょっと届かないかな。息が切れた。いいよ、左か。あ、なんか乗りました。ナイスー。うーん、もっといって。
おお、どうですか？ノーノーって言ってる。おお、いいんじゃない？超えるよ、超えるよ。スライスしてるけど。コリンちゃんは5番ウッドかな？5番ウッドです。はーい。ウッドがすごい苦手で。お。いや面白すぎる。ね、本当にめっちゃ面白い。ああ。キューブイング。ナイス。いいよ。おお。いいよ。いいよ。あ、わ、距離バッチリ。あんな切れなかったね。ゆっこのバーディーパットです。おー、来ない。あー、こういうの、こういうの、こういうの。ナイスパー、ナイスパー。いいよ。左バンカーは越えました。なんかちょっと右に戻った方がいいわ。人生に2度目のね。2度目の、毎年やりたい。毎年やりたい。あ、お、止まった。止まりました。セーフ。よろしい？よろしい？よろしい？じゃあ、軽く打ちよろしいかな。でも、コリンちゃんのホールインワン話です。ホールインワン。見えました。綺麗に。みんな見えた。みんな見えて。へえ。いやーみたいな。どこのゴルフ場？吉井カントリーって あの群馬の？そうそう、群馬のハワイ。群馬のハワイ。吉井カントリーで。吉井カントリーで。よし。いいな。じゃあ、いい奥の天使。結構距離ある。30。そうね。ちょっと距離ありますね。お、うまいよ。超えて超えてくれ。いいんです。おー、ナイスナイスタッチ。オッケー。一休憩。熱いよ。熱いよ。涼しいよ。機械のね、売店は。これね、嘘でしょ。コップそこから飲むの初めて見た。生き返った？生き返ってない。あ、録画、録画中？そう、録画中。ここでなんか今撮れてるっていうの。オッケー。ヒュッ。イエーイ、まっすぐ。ナイスショー。テクシオ10ドライバーです。ちょっとコリちゃんが今ドライバーメンズからリリースに変えようとしてるんで。そう、今ゆっこがゆっこのショット。ナイス。でもいいや、いいよ。なんかね、いい感じだよ、振れが、振りが。いい。ナイスー。ナイスドロー。ナイスショー。ゴルフにハマった理由を教えてください。うん、いいの、うん、最初はあんまり好きじゃなくて、すごい窮屈で嫌だなと思ってて、うん、で、なんかいろんな仲間と行くようになって、うん、すごいみんなで褒め合ってするスポーツじゃん。うん、ナイスショー下手なのにみんながナイスショーとか褒めてくれて、そうだね、お年みたいな、お年を褒められてるみたいな。ちょっと楽しいなって思い始めたら、なんかゴルフ場の景色とかも見れるようになって、あんまりこう東京に住んでるとさ、グイスとか聞こえたりしないじゃん。あんまりこう動物とも触れないし、牛の鳴き声とかね。そう、それが毎週末に緑のたくさんあるとこに行ってっていうのはすごい気持ちくって、確かに気持ちいいがいっぱいあったからハマったかも。おちょっともね、いいですね。ありがとうございます。
おナイス、今のはめちゃくちゃ良いんじゃないですか。ナイス。ちょいね、ちょいつま先上がり。お、うまいよ。ゴーゴーゴー。うわー、惜しい。で、このグリーンショット、グリーン、うまい、ナイス。ゆっこのパーパットです。ゆっこー、いいよー。なんだ今のは。よかったねコリンちゃん、うん、はい、今先ほどゴルフで泣いたことがあると言っていましたが、はい、なんで泣いたんですか。雨で、うん、雨で、うん、まずね、まずね、あんまり雨の時はゴルフしたくないなんだけど、うんうん、どうしても行きたいゴルフ場で雨でやってる時に、うん、もう何やってもうまくいかないし、うん、鳴沢、うん、泣いてたね、鳴沢で、うん、もうすごい悔しくて泣いた、うん、悔しかったな、うん、悔しすぎてうまくいかないことに。そう、よくはしょっちゅう泣いてる理由は？え、ラウンド中にも泣いちゃうこともたまにあるんですけど、うんうん、めっちゃ普段練習してて、うんうん、全然思い通りにいかない時とか、うん、周りからしたらちょっとね、ラウンド中泣くなると思われるかもしれないけどコリちゃんもその場に何回か遭遇してますか？泣いたのないかな。ない、コリちゃんの時はいつもなんかもうなんかもういいんだ、楽しい、イエーイ、エンジョイゴルフ、エンジョイだから。なるほどね。ゆっこ泣いたら笑うわ笑ってほしい、わかるよって笑ってほしい、笑ってほしい、いいよってその気持ちわかるよ。 YouTube のこれ小さい、これ小さい、これ小さい。